空へと続く階段。登ってみたい。180度の海が広がる絶景でした。フルーツや宝石で有名なチャンタブリの周辺には海や山が広がっています。大型ディスカウントストアに加えてセントラルプラザも最近オープンしました。バンコクから南東へ250キロ車で3時間半ほどで到着します。ここはチャンタブリの山奥、市街地から45分ほど南へ行ったところです。山奥は言い過ぎました。スカイビューという人気カフェに向かっています。高台にあるお寺の駐車場に車を止めて、みんなで山道を歩いて絶景カフェに向かいます。まあ徒歩5分なんですが、視界が開けると断崖絶壁の上にカフェ。屋上には空へと続く階段、オープニングで登っていた階段です。で、青い空と海。すぐ横には北海道の礼文島を思わせる絶景が広がっていました。ここはタイの絶景道路として知られるビューポイント。ビューポイントからトゥクトゥクみたいなのに乗って次のポイントへ向かいます。往復で1人20バーツと良心的。海の先に向かって桟橋が続いてますね。祭壇の向こうにはよく見ると会場の岩の上に白い仏塔が立っています。周り一面に広がるマングローブ林には木道が整備されています。今までに何回かマングローブを歩きましたが、ここが一番生き生きしてるように感じます。海からマングローブ林へ。そもそもマングローブって何でしょう。ウィキペディアによると、熱帯および亜熱帯地域で下降気水域の遠征湿地にて森林を形成する常緑樹の総称とのこと。ふむふむ。吊り橋を渡ったり、ウミヘビを見つけたりで、マングローブとしては今までで一番楽しめた公園です。チャンタブリを代表するビーチ、レムシンにやってきました。シーフード料理店が並ぶ、タイ人に人気のビーチです。綺麗な
なビーチが続いていますが、このヤシの木は新しい感じ。ビーチのすぐ横にあるターク・シン・マハラート橋、観光バスが停車するような絶景観光地です。ちょっとした屋台も出てますね。車で数分走った場所にある100年以上前に建設された砦からは橋を見渡すことができました。橋から車で10分ほどの場所にある誰もいない桟橋、海に突き出た祠には美しい像が祀られています。英語での記載が見つけられず、何という教会なのか。最近知ったのですが、カトリック教会はタイ語でワットと言い、プロテスタント教会はボートです。ここはカトリック教会なので像がありますが、プロテスタント教会には像がないとのこと。へえ。といえばここ川沿いの古いコミュニティですね。観光客がやってくる前の早朝に自転車で走ってみました。人が少ない早朝もおすすめですが、やっぱり夕方が趣があっていいかな。あ、右側のホテルおすすめです。歩きます。この日は4連休だったので、多くのタイ人観光客が街並みをそぞろ歩いてました。川沿いコミュニティの向かいにはタイ最大のカトリック教会がそびえ立っています。チャンタブリは1893年から1905年までフランス軍が占拠していたこともあり、周辺にはカトリック教会がいくつか残っています。ではイマキュレートコンセプション聖堂内部へ入ってみましょう。迫害を逃れて移住してきたベトナム人キリスト教徒によって建てられたのが起源です。タイにいることを忘れます。市街地から南東へ30分ほど車で走ると、何やらチェンマイのようなミャンマーのような建物が。プリユタキ国立公園の前に開発されたカフェ&レストランとのこと。多分リゾートホテルもあまりにも巨大でちょっとびっくりするレベル。さあ国立公園を歩きましょう。外国人の入場料金は200バーツです。国立公園のビジターセンターでトレイルを歩くことを登録してトレッキング開始です。
んか日本の群馬あたりの山奥に来た気分。伊豆が綺麗なのであまりタイっぽくないです。河原から眺めるとこんな感じ。いいですね。川には魚がうようよ、いわゆるドクターフィッシュで、足を入れて静かにしてると次々と足裏掃除にやってきます。楽しいです。そうそう、トレッキングに来たんでした。このコースは登山道を歩いてプリウタキを目指すもので、コースタイムは45分とのこと。結構本格的な登山道で、途中2回ほど岩を歩いて川を渡るので、そこだけ注意が必要です。そしてゴールにはラマゴ星時代の苔むしたチェリーが立っています。美しいです。チャオフラヤー川の船の事故で亡くなったスナンダー王妃が祀られています。そして目指していたプリウタキ、雨続きだったので大迫力です。今回はチャンタブリの観光ポイントを回ってみましたが、いかがだったでしょうか。フルーツや宝石で有名なことは知っていましたが、絶景ポイント目白押しでびっくりしました。ちょっと遠いけどタイ人に人気の理由が分かったような気がします。バンコクから足を伸ばしてぜひ行ってみてくださいね。